はい、アザラシ農園4週間目、こんな感じです。ミニトマトがいい感じに大きくなってきました。そして花もつけているので、来週ぐらいには実をつけているんじゃないでしょうか。ミニトマトはいい感じなんですけど、なんかこう中玉トマトか、期待の中玉トマトが全然背が高くないんだから、どういうことなんだ、もっと背高くないとダメだよね、多分ね。他の作物に関しては、そろそろこれピーマンかな、ピーマン実をつけそうな感じ。シートの花が咲いてるか、花咲いてますね。シートも花咲いてるし、こっちはピーマンか、こっちのピーマンもそろそろ花が咲くでしょう。ナスはね、3本仕立てにしなくちゃいけないけど、まだ花とか咲いてないし、もうちょっとあとかな。スイカはよくわかんないな。こっちの方の苗は完全にスイカ部分が枯れてしまった。この花と野菜の肥料を撒いていく。NHK とかで今朝方見た番組では、なんかこう畝のね、端っこに、畝のこの脇のところに根が伸びてくるから、ここに撒くみたいなこと言ってたけど、そこまでね、まだ根が伸びてないと思うんで、適当に撒きます。葉っぱに塗るのはダメですよ、さすがに。多分100円で買ってる肥料なんで、雑にね、雑に使っていても大丈夫だと思う。あとは何でしょう。ということで、1500円で買った苗でどこまで作物が取れるのかの4週間目でした。花が